はいどうも、イズログです。えー、今日は4月の21ですね。えー、土曜日になっちゃいました。で、今まで撮りためた動画を、まだ、あのー、編集してないっすよ。編集しきれてないんですよね。あの、パソコン、さすがに Windows 8.1は、もうサポート切れてて動作遅いっすね。マザーボードが、あの、なんか行かれてるから、立ち上げてない変なアプリがなんか変に立ち上がってきちゃったりするんで、 まあ工場の出荷前の状態に戻して、えー、それから、どうかしようかなって感じですね。まあ、その前に買ってきたね、デスクトップを、お設置して、開封のゲイをして、からかなっていう感じです。はい。えっ、ー、と、でですね、今日は、あれですね、えー、外ごもりプレイスの近況です。で、今、リアルな話を言えば、まあ、ツイッターでしか、 見してないんだけれども、はい。これ、窓つきました。カーテンつきましたね。お俺部屋。はい。でまあ、これ、後ろ散らかってるけど、ベッドが作れ、まあ、これ、明日、ちょっと棚に戻しますね。棚作ったんで、そこに引き出しを,つを入れて、その引き出しに、えー、戻します。で、こっちが はいまあ今俺の部屋ですねカーテン閉めてみようかやっぱりねカーテン閉めると暖房効率全然違いますよねであと隙間風 <laughs> あの、窓の枠がどうしてもあの、木枠で、え、一旦外してあの、なんだっけ、あの、クレオソートは塗ったんですけど、あの、クレオソート、まあ、アリに食われにくくなる塗料っていうかペンキなんですけど、まあ、それを塗ってなおも、アリに食われてて結構あれだわ。 ありに食われちゃってて、隙間が、あ、りが食ったところから風がもうビュービュー入ってくるんですよね。だからもうほぼ外気温です。冬場なんて。夏場は涼しくていいんだけど。はい。で、ようやく。で、まあ、あとは、外ゴムリプレイスはまあ来週ぐらいにはオープンしようかなっていう気でいます。気でいます。わかんないけど、気でいます。3回言った。 まあ、あとは、こまごましたところを、えっと、なお、整理、整頓すれば、あの、いけるかなっていう感じです。で、まあ、あと、足りないところとか、あと、サイトもね、俺の、あの、ブログに、同居させておく、同、混同させておくのも、あの、見づらいと思うんですよね。えー、なので、えー、外ごもりプレイスは外ごもりプレイスでまたサイト作ろうと思います。それまでは、俺の、ブログで、 えー、外ごもりプレイスの告知はやっていきます。いやー、長かったね。で、あと、外ごもりプレイスの近況というか、まあ、外ごもりプレイスあ結構外ごも外ごも言ってるけど、まあ、ちょっと単語を言っていこうかなって思います。まあ、それは置いといてさておき、えー、まあ、農作業バイトの発掘っすね。で、まあ、コンテンツとして、えー、やっぱり仕事って、やっぱ俺は欲しいと思います。どれくらいかって言ったら手軽な方がいいですね。 あの、住み込みでさ、農業バイト行くとか、えあとはリゾートバイトでスキー場の、に行くぐらい、うん。観光として巡るよりかは、その、多少時間1ヶ月とか滞在して、えまあお金がついてくる経済っていうと、ちょっと意識高い系だから言わないけど、まあ、もともと俺が悩んでたっていうこともそうなんですよ。移動してみたいな、でも移動するだけじゃお金だけ減るから、 あの、じゃあ移動した先でも多少のね、住み込みバイトできたらいいなっていう感じです。まあそこは俺が提供できるわけではまだなくて、えー、えー、ここら辺にも、秋田は主に稲作ですね。で、稲作なんですけど、その、愛媛とか、北海道とか、えー、沖縄かな沖縄みたいにその、ヘルパーリレーって言ってあんまり開いてはいないですね、元凶。どっちかっていうと組合員の中で、<coughs> こうよりかはこうですね。SNS でわかりやすく言ったら、Twitter みたいにこういう拡散じゃなくて f a c e b o o k ですね。お友達申請した人しかタイムラインが見れないみたいな。えー、そんな感じの地域なのかなっていう印象です。えー、なんで、えー、まあ、とにかく始めてみないことには、はじ、始まらないので、 あとは、サイトを立ち上げて、各部屋の料金決めて、あとは、そう、来週に、あの、農林化行ってきます。秋田県庁行って、農家民宿の申請ができるのか、を聞いてきます。まあ、それまでには、それまではプレオープン状態で、それと並行して、あの機能ですかね、シェルターっぽい機能も、 もう僕はつけたいので、もともとね、あのー、ブログとか動画でもちょいちょい、まあ最近は言ってなかったけど、まあこれを始めた原点っていうのが、あまあ、3つぐらい、いくつかな。4つか、4つあるんで、4つか、4つだね、ごめん。まず1個目は20代の頃で、あのー、仕事ですよね。やっぱり、一人暮らし始めても、その、会社でずっとそこにいるっていうのは嫌なんですよね。だからずっと日雇いやってました。でも日雇いって、 あのー、働く先の人間関係嫌いなんですよね。結局、あっちが割り切っててる。これあっちも割り切ってて、こっちも割り切るから、その、ね、人間関係が積み重なっていかないんですよ。まあ、仕事のスキルがうんやらいいんやらは置いといて。だから、それも嫌かなっていう感じです。嫌かなっていうふうに思ったっていうのがあるし、あとは、もう一、えー、その時に思ったのは借家でした。あー、賃貸だったんで、やっぱりお金かかるんですよ。 で、その、家賃のために働かなくちゃいけないっていうのも、動かん、動、動けない人にとっては動ける理由、動くための理由、動機づけとしてはまあいいんじゃないかなと思いますけど、そんなことのために働くっていうのはバカバカしいって思ってきたっていうのは20代、えー、僕の前半です。で、二つ目がワーホリーへ行ったことですね。で、オーストラリアのワーホリーで、やっぱりその、<laughs> 2回倒産して3度目で、あの、製材所やってる王子、 あとは、一回ね、羊毛農家を経営してたけど、えー、化学繊維の登場で、化学競争にやっぱり羊毛が勝てないわけですよね。で、それで、一旦農場を閉めたけれども、パソコンのデスクワークについてもやっぱりこれ自分のあり方としては間違ってるっていう風でに、ね、そこを辞めちゃってお金はないんだけれども、自分の閉めた農場に戻って、また、戻ったところから、 金もないし、どうしようかなっていうところから始めて、今に至って、えー、バックトゥーベーシックかな。えー、キャンプ場を始めたオージーの人でウーフーやったりとか、えー、あとは砂漠のど真ん中でね、砂漠のど真ん中で、スペード、スペードっていうあのスコップがあるんですよね、西洋は。隠す子が、あの西洋はなくて、で、砂漠の地面を掘って掘って、えー、ね、砂漠のオアシスを作ったオージーの下で働いて、 やっぱりああいや一世一代で何かしてたっていうのは、あの、か、持って帰ってきたっていうのが二つ目ですかね。でもやっぱりワーホリの体験、それまで、あの、働かせてもらった王子、三人の王子共通してることは84年に、1984年、まあ俺が生まれた年ですね、に起業して今に至るっていうのが、えー、共通点です。だいたいまあ、 <coughs> ビッグさんのところはもっと前からだけどね。2回倒産してるから。で、で、3つ目が、強制者に行ったところですかね。まだコロナ前で閉鎖してなかったんで、で、あと、へへ、あの、コロナ前で、みんな、 まだね、人数が全然いなかった時代ですね。わお。お疲れ、自分。うあ。うん。まあ、そこで、3回行ったんですよね。強制者。でも3回行くって結構な、ストレスを病んでたなと思います。それ前にあの、鳥取の移住で失敗してるんで、 で、まあ、やっぱりその3回、共制者はいいとこだし、あそこ理想なんだけどね。だって自分の住みかに住んでいる場所に家賃も安くて、仕事がついてくるっていう、やっぱり、シェアハウスを転々として行くだけじゃお金落とすだけだから、それじゃつまんないんだよね。だからそれが原点だし、あ、原点、3つ目のね、としての原点だし、いいとこでポイントだけど、やっぱり、 ぴったりしっくり来ないんですよ。まあ、これは批判とかじゃなくて、やっぱり、いいとこだけど、あんなところをやっぱり自分で作ったらもっといいんじゃないかなって思ったんですよ。で、その後コロナが来て、あの、完全に、コロナが来る前に人数がパンクしちゃったのかな。で、人数パンクしちゃったし、あのー、見学も、毎回毎回、毎回っていうかその、見学も来る頻度が多くなってきちゃってたし、 で、あとは、その、来る人とか、なんか、たびたび、トラブルを起こすとか言って、やっぱり住人の人が疲弊しちゃったっていうんで、ちょっと鎖国みっていう、みんな鎖国って言ってたけど、あの、新規の入居者は募集しないようになってしまってました。まあ、そこからですね。で、そこから、やっぱり自分の借家でやるよりかは、自分の家で持ち家でやろうって思ったんで、スキー場バイト行ってお金貯めて、 で、コロナの年ですね。2020, 2020年。まあ、車で東京大分二往復。東京秋田二往復。した結果、まあ、今この秋田のこの物件が変えて今に、えー、リフォームしながら、今に至る、えー。というような感じでした。うん。まあ、ようやくあのー、スタートラインに立ったので、 まあもうちょいしたら開けます。で、あと僕が体張って何をすべきかって言ったら、えー、まあちょっと仕事のコネとか、いろいろ地域をちょっと発掘して、あの、顔出して、えー、行って、ですかね。まあ、理想は農家民泊が、農家民宿が通って、ヘルパーリレーみたいなものがね、あの、うちでできればって思います。うちじゃなくても地域の空き家があるんでそこでできればなって思います。まあ、んな感じかな。 まあもうちょいで、えー、あとは <coughs>、ちょっと整理をして、ごちゃごちゃしてるところを整理すれば、まあ結構やっつけ感があるけど、まあ、3年間本気でやって、このざまかって言ったら、まあ、なかなか3年間本気でやったんで、まあ、このままスタートします。で、えー、うん、そんな感じっすね。3年間頑張りました。ちなみにもう300万超えましたね。修繕費で。なんで、ね。 とりあえず金が入ってこないお金は出続ける、それで300万っていうのはなかなか本気でやったなって思ってます。で、そういうところで、えー、オープンを、まあ、迎えれるので、で、あと4つ目として、えー、あ、順序逆か、強制者に行く前にあの四国のお坊さんのところに転がり込んでて、ね、あそこでずっとね、 なんか、押しかけてね、居候させてもらって、あの、2週間ぐらいいたんですよ。結構異常だよね。嫌だよねって思うけど、まあ、あそこのお坊さんが優しくて、ずっと話聞いてくれて、今に至るです。やっぱりあの、ね、お坊さんも同じようにね、俺と同じ悩みを持って、辛さですね、生きづらいっていうのを抱えた上で、お坊さんとして、その生きづらさを解消する、 っていう生き方を選んだ人なんで、ああ、そういうことか、ああ、そういうのもありなんだなとか、まあ、出家するってわけじゃないけど、やっぱりその、うん、幅ですよね。その考え方の幅ですね。生き方の幅っていうのはちょっと抽象的すぎて、俺は言葉使いたくないんで、考え方の幅を、ね、あのー、広げてくれた人がいますんで、その人を、<laughs> の、 おかげで、やっぱりあの人と一緒に過ごした居心地のいいお寺みたいなところをやりたいなっていうので、まあ、外ごもりプレイスをやりましたね。でまあ、これからまだ始めていく段階で、まあ、いつか、いつになるかわかんないですけど、そのうち Google ビジネスでも、オープンはすると思います。まあ、とりあえず、自分の部屋と、まあ、あとは整理整頓して、えー もういいかな？って思ったらーオープンすると思います。まあで今まで撮りたて撮りためた動画もちょっと編集してですね、えー、やっていきたいと思います。まあ、こんな感じでした。お疲れ。自分で感じです。